日本のバイク便に用いられる。バイクの一例バイク便とは大都市内での小規模、輸送事業の一つで、書類や小型の荷物をオートガイを使って運ぶ。日本では、貨物自動車運送事業法の適用を受ける。バイク便は、発送から到着まで数時間以内などの緊急の配達が求められる場合に用いられ、日本では特に渋滞が多い東京23区や、 大阪市などの大都市部で需要が多い。宅配便の運賃に比べて割高ではあるものの、宅配便の配達が一部のケースを除き、原則的に最短でも翌日となるため、特に急いで送る、必要のある企業間の連絡文書や、小型貨物の輸送に利用される。広告関係や出版関係では、原稿や写真フィルムなどの輸送でも、頻繁に利用される。近年では、 文書の電子化やブロードバンドが普及しているが、電子化できない物品を迅速に輸送する手段の一つとして、現在も需要はある。インターネットの普及に伴い、インターネットを利用した受注を行う業者もある。車体の小さなオートバイの利点を活かして、四輪車では、通行が困難な狭い道路でも通行でき、渋滞している区間においては車列をすり抜けて走行できることから、 総合的に四輪車より早く輸送できる。高速道路を利用して配送する場合は、料金が四輪車よりも安価である。一方で、後部座席の上などに取り付けた荷箱に荷物を入れて、輸送するため、荷物の大きさや重量に制限がある点が欠点で、ある。バイク便事業者によっては、オートバイで運べないような大きさの荷物にも対応するため、軽四輪を使った運送も、 事業展開している場合もある。また、おおむね2 0 0キロメートル以上の長距離輸送の場合は、道路交通よりも新幹線や飛行機などの交通手段の方が短時間で安全に配送できることが多いため、これらの交通手段に配達員が乗客として乗って手荷物として運ぶ方法を組み合わせたハンドキャリー便を取り扱う業者もある。ありがとうございます。